疲れてるとさ、はいはい、甘いものも欲しくなる、ね、甘い甘いお高いおむすびみたいですか。ほぼ一緒、横から見たらほぼ一緒。何これ甘っ。はい、皆さんこんにちは。さ、上では技術チャレンジをしているということで、まあその途中でね、ミスターがお腹が空いたからおむすびを買ってきてほしい。はいはいはい、もういい時間ですもんね。はい、言われたので、今からまあまぶっちゃんとボリ君と3人で買いに行こうかなと思います。はいはい、行きましょう。はい、あどうもこんにちは。じゃあ、今回はですね、レッツもですね、ついに世界に進出したいと思いまして。ついに進出でしょ、日本を超えて。ついに日本を超えて世界に、行きたいと思いますので、もう日本はねデビューしたから、日本デビューしたから、ということで、いよいよ世界に羽ばたいていきたいと思いまして、今回世界記録にチャレンジしていきたいと思います。あー、なるほどね。いけるでしょう。そっきましょう。そっか、そっか。そう、そう、直線やったし、いろいろね、我々がすごいってこともみんな分かってきたと思うんで、本当に、ボルト、ボルトもこれで。お家でできるような、とこでやっていきたいと思うんですけれども、まあ、世界記録にもいろいろありまして、うん、それこそ陸上で記録だったりとか、まあ、スポーツのいろんな記録がありますが、うん、一番有名なのはギネスワールドレコード。ギネスブックね、ギネスブック、はい、そう、ギネスブックに、乗りたいなということで、ギネスブックもいろんな、そう、いろんな、ね、種目があるので、例えば1分間に鉛筆何本立てるかとか、あとなんだっけな、風船を頭の上でぴょんぴょんしてこう何分落とさない、ヘディングで落とさないかとか、まあいろいろあるんで、そういう系のね、ちょっといけそうな記録にチャレンジしていきたいと思います。いいね。で、今回は出た、このピンポン玉を使って記録に挑戦していきたいと思います。はい、これをですね、1分間でこのグラスに何個入れられるかけども、一応ギネス記録がこれに6個、1分間なんでに6個入れてます。それがギネス記録なので、いけるっしょ、1分間に6個。1、2、3、4、5、6、はい、出せ。うわ、これで超えた、超えた、超えた、いやいやいや、新記録。多分いけると思うんで、これどんどんやっていきたいなと。え、ルール、ルール今の、ルール今の、え、今のでいいの、これでいい、これでいい、これでいいんかい。なで違う違う。なわけある。ルールはですね、これを、このグラスから2メートル離れたところから、ワンバウンドさせて、グラスに入れていくってことですね。ね、はい、ポイッポイッポイッ、ワンバウンドして、ドン。これだったら多分楽勝かなって。え、1分間で6個、6個が記録。マジ？何個投げてみる？何個投げてみます？1分間で。いけるっしょ。いけると思いますね。前剣カズショ肩甲骨、ということで、まあ、やっていきたいと思います。はい、クッキークッキーしかないよ。クッキーお昼ご飯ちっちゃいな。お昼ご飯クッキーしかない。え、じゃあ誰かなんか買ってこようよ。俺おむすび食べたい、俺おむすび食べたい、おむすび食べたい。
じゃあ俺、おむすびの三大条件って何ってことなんですけど、綺麗な三角形で、うん、口に広がる旨味と、うん、程よい塩気ないか。あ、お金？はい。どうした？こちらです。いやいや、おむすびと言ったらあれでしょ。おむすびって何があるんでしょ。あれだよ。どれ？分かってないの。まぶちゃん分かるよ。コンビニの、コンビニおむすび。違う2人がコンビニ言ってる。いつも食べてる感じです。おむすびって言ったらあれしかないでしょ。どういうこと？分かってないな。もういい、行こう行こう。ちょっとコンビニあって。コンビニ着きました。おむすび。そうで言ってる。違うって。え、コンビニこれ買います？違うって。おむすび。違う。分かってない。おむすびが分かってない。え、ここにあるんですか？分かってない。チャレンジ中でしょ？チャレンジ中です。疲れてるとさ、はいはい、甘いものも欲しくなるじゃん。甘い。甘い。甘いのも欲しくなるじゃん。はい。で、ここ国分寺でしょ？国分寺です。そしたら丸いですよ。丸い？丸い？はい、丸いですよ。甘い？丸い？キーワードは甘い、丸い。いや、三角。おむすび。なるほど。ちょっと甘いがよく分かんないですね。分かんなくなったの。分かんないな。もうとりあえず行こう行こう。はい、丸いじゃん。はい、よし、また少しさ、この辺、おそらくこの辺欲しい。おい、おし、え、方向性いいよ。左右する。ちょっと待って、この白い玉、白い玉変化球する。おいおい、到着。丸いきます。じゃあ買いに行きましょう。丸いってことはいいおむすびですか？まあ、いいおむすび。丸いの。あー、結構そういうことですね。お高いおむすびみたいなんですか？それみんな喜びますか？とりあえず丸いおむすび喜びますか？甘い。甘いはちょっと分かんない。じゃあ、いいおむすび買いに行きましょう。はい、買ってきてください。はい、はい、お願いします。すげえ。おむすび。おむすびですね。すげえ。これだよ。三角形で口の中に広がるおむすびって言ってた。すごい。なんすかこれ。おむすび。おむすび。おむすびケーキ。ケーキ。ケーキ。おむすび。すげえ、種類めっちゃあるじゃん。疲れた時には甘いものが必要じゃない、はいはい、確かに疲れた時の疲労回復に甘いもの。で、ミスターがおむすび買ってきてって言ったから、国分寺おむすび。確かにこれですわ。全種類食った方がいいよ。全部買ってきます。もう全部買うよ、全部。そうですね、お金ありますもん。バッグもあるみたいなんで、バッグも。どうですか？バッグも可愛いバッグですよ。当社の目的達成した。よし。
勝ちー。これギネスちゃう。ギネスだ。これギネスや。ギネス記録だ。何分間に卓球でいけるの。帰りなさい。買ってきた。買いました、おむすび。国分のおむすびでした。これ何ですかこれ。おむすび。バッグ。それで便利そうだから全然買った。ちょっと見せてくださいよ、中身。おむすびですよ、マジで。おむすび。マジでおむすび。これおむすび。ほら。ほら。本当だ。国分のおむすび。え？抹茶って書いてる。どういうこと？え？え？いちご？え？いちご味のおむすび。おお、ショコラ、かわいい。え？米とかそういう概念じゃない。あ、そういうこと？だからおむすびケーキなんだ。へえ、なるほど。こんなのあるんだ。3月14日までだし、この国分寺で買えるのは。ああ、そうなんですよ。ずっとやってるわけじゃないんだ。はい、3月14日、ホワイトデー、はい、ですね。あ、よし、じゃあ。みんなの元に帰ろうか。はい、喜びますね。はい、あ、いいこと見ついた。これ普通にコンビニのおむすび買って、さっきのおむすびケーキに混ぜたら、もう分かんないじゃないですか、ほとんど。結局気づかないですね。ねえ。はい、分かる。それで混ぜて、ミスターをドッキリさせる。いたずら？いたずら。どうした？いたずらしちゃう？普通のおむすびとおむすびケーキを混ぜてちょっといたずらしちゃいません？買ってきますよ。行きましょう。買ってきました、おむすび。ミスターは本ポッケの口の中に広がるやつで、口に広がる旨味と、うん、僕が思いついたのはこれしかない。なんかまぶちゃん違うこと言ってたんだけど、こういうやつか。いや国分寺でおむすびって言ったらこっちで、おむすびですね。これ一緒に並んでても、おむすび3本系で、口の中に入ってこれ。まあ、頑張って練習している10年に今から届けたいと思います。お皿に乗っけて届けます。一緒ですね。ね、これどうですか。おー、すごい、ほぼ一緒、横から見たらほぼ一緒ですね。いいっすね。はい、できました。準備万端です。で、手前2つが親方と健三、奥がででんミスター。これ何味ですか、ちなみに。これショコラおむすび。ショコラおむすび、おー、定番ですね。口の中に広がるやつ。確かに間違ってないですね。確かに彼はそう言ってました。今から持ってきます。持ってきます。はい、ここまでやってあげて。優しい。恥ずかしい。恥ずかしい。練習をしたんでしょうね。いただきます。俺ギネスよりすごいこと言いますよ。あげます。ミサ先食べてるよ。うまっ、うまっ、おむすびうまいな。おいしい。やった、シーチキン。これ昆布。昆布やった。口に広がる旨味と、うん、昆布。昆布やった、俺好きっす、チキン。何これ甘っ。え、甘っ。昆布が、なんで昆布が甘い。昆布ケーキ。ケーキ、いや、おなんでこれ、どこ、何これ、何これ、どこ、え、何それ見たのおにぎりやけどさ。え、何これ、お米じゃなくない。何これ、何、え、これ何、何ついた、何それ。え、どういうこと。おむすびやけど。あ、待って、これいくらすんの。お釣りは。え、じゃあじゃあおむすびの1個100円や。なんで、なんで3000円しか残ってないの。え、これ何もした、何もした。これ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 、待って、いつも頑張ってるミスターに美味しいやつ、美味しいやつを作る。違う、あれ、俺のお金、違う、それ買ってきてもらう。違う、俺のお金じゃなくて買ってきてもらうので、あの、ご褒美でってやったら分かる。あれ、俺のお金でこれ買ってるから。自分にご褒美って。違う、俺別にそんなん求めてないやろ。俺らも食べたいんですけど、このおむすび。いいなぁ。あとみんなのも買ってきた。え、マジでよ。やった。何その可愛いバッグ。なんでもこれも高価やん、なんか。おむすびバッグ。三角形のおむすびったらこれ三角形だよ。これバッグじゃないとカッコつかないでしょ。あ、確かに。おむすびケーキって書いてある。ケーキだからさ、ちゃんとこれになってて、これさえ入れればもうおむすび入れるだけじゃなくて、夏の
ピクニック最高じゃん。確かに遠足とか持っていくね。でもね、美味しい。あ、すげえ抹茶おむすび栗。あ、これこんなに入ってんのや。ほんまに凍らへんやん。おむすびもういちご、すごい。え、そんなにあるんだ味。グレープフルーツおむすびクッキー&クリーム。おむすびイランです。おむすび違うかな。ミルクティー。お、あれチーズ。へぇー。あ、海苔も違う。え、もうそうだな。え、これ、僕食べてたんですけど。ショコラ。ショコラ。これはなんか、それぞれ好きなの選んでいいですか。うん、そうです。下にパイ生地が入ってる、これ。マジ。え、それは海苔。いや、なんやろこれ。クレープか。ま、周りの海苔だけ食べて、海苔だけ。多分クレープの薄い生地ちゃう。あー、なるほどね。よう考えてるわ。だあれ手にくっつけへんもんね。え、ちょっと食べて食べたい。いただきましょう。あ、でも美味しいわ。なんかお先に選んでいいですか。おばさん、どれ。え、なんか秋っぽいから芋か栗がいい。芋にしましょうか。じゃあよ、芋やろう。期間限定芋いただきます。じゃあよ、芋やろう。え、じゃあ俺今開封。ちゃんとおにぎりみたい。すごい。こうやって向くのかな。お、左右でパターン。おお。ちょっと横見せて、横横。おお、すごい。あ、これがさっきのパターン。これがクレープだ。これなんだっけ。パイ生地、パイ生地、パイ生地だ。すごい。さあ、ちょっとパイ生地がめっちゃお仕事してる。へえ、いただきます。普通でケーキの食感だけがさ。うわ、美味しそう。え、え、あ、芋これ。芋が入ってる。芋が入ってる。マジ。あ、ほら絶対美味しいやん。うまい。芋が入ってるよ。めっちゃうまいぞこれ。あのね、モンブランみたいな感じがする味は。モンブラン、栗だもん。芋の、いや、栗、芋のモンブラン。栗は栗でいる。モンブランこっちじゃない。栗は栗でいる。栗は栗でいるね。すごい、すごい。スイート、スイートポテトだ。はい、じゃあ健三は。いちご。いちご、かわいい。でも見て、このほら外から見てもわかるじゃん、これいちご入ってるし。入ってる。これ多分そうだよね、ベリーだよねこれ。うわー、ね、すごい。しかもただ私ミスター、あれさっきショコラさ茶色かったよね。うん、親方も茶色じゃん。これのほら見て、黄色になってんだ。いちごうまそう。ほらショートケーキっぽくない、この時点で。なるほどね。多分だからそうなんだ。おお、すごい。ほら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 、ペロン。おお、すごいすごいすごい。ほらめっ、ででん。はい。おー、いちごめっちゃ入ってる。普通のおにぎりの食べ方したら絶対あのこちらの人が怒られるって。似合う、めっちゃいちごだもんな。うわ、絶対うまいでしょこれ。うわ、いちごめっちゃ入ってる。あ、でも普通にあるショートケーキ。あー、マジでうまい。これすごい。いいね。え、しかもなんかいちごさ、これ何、うん、ゼリーっぽくなってる。本当だ、うん、ジュレ的な。あ、ジュレ的な、それ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 、それね、ちょっと汚さないからいいですね。あ、本当だね。ね、え、これね、ボロボロも落ちないし。ケーキとか素手で食べれないから、うん、これなら。フォークいらない。ミス2個目。お、出た、これがチーズ。白い。生地が全然違う。へぇー。チーズケーキ屋さんのチーズケーキが手頃に食べれるみたいな感じ。うまい。めっちゃ美味しい。ティラミス。ティラミス。ティラミス。とりあえずめくっちゃいますか。おー、いい色合いですね、これは。おお、まず、多分あんこがいる。ほんとだ、あんこ凝ってるね。普通の握りそうやる人もいる。めくれたのに。そういう子供いる。美味しい、うまい。うん、1個いくらなんですか。450円。あ、もっとすると思った。なんか1個1200円ぐらいするのかな。超高級おむすび、うん、450円でこれだったら全然ありやん。コンビニのこの100円おにぎりのイメージでおったから、お釣りが3000円で買ってきたのに、うん、本来今回求めたのはこっちやったけど、まあ、こっちも知れてよかったから、まあまあ、いいいたずら、まあまあ、いいいたずらやったんで、まあ、ちょっと今回びっくりするいたずらを仕掛けられましたが、予想だにしてなかったんで、ギネス記録どこ行ったんやみたいなことになってますけど。あ、そういえばこれ多分喜ばれるいたずらなんで、ぜひお家の方にちょっと作戦を立てて、お仕事帰りの人に仕掛けてみてもいいんじゃないでしょうか。甘くて疲れも取れると思います。ちょっと喉乾いたな。最後にお茶だけ。あ、いいですか。はい、すみませんね。お茶だけ。うわ、優しい。お、これはまさか。濃いめだね。あ、これ緑茶。濃い茶だ、濃い茶。もうれっちゅうない買った人から選んでいける。最初はい、
来たー、買い出し行ってくれてありがとうっていうね。おお、青汁飲めないのか。まぶちゃん青汁だって緑だもんね。緑だ。いただきます。あれこれまたもう一回いいんじゃない。長い長い。なんでだよ。長いだろ。あ、じゃあこっからもう一回飲んで。こっからもう一回。おしおこじなくない。よし。俺ちなみに言っていい？梅嫌いなんだ。あ、じゃあ。いや、どっちにしろあれだけど。いや、どっちにしろあれだけど。どっちにしろあれだけどってね。どっちにしろ負けだけどいい。やろうぜ。最初はグーじゃんけんぽい。あー、あぶねー。よかった。毎回飲まされてるからね、これ。なぜか。勝ったり飲まされてるからね。梅干しね、これ。よかったね。あ、そうか、まだぽい君取ってないもんね。選んでないもん、勝っただけで。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。ホームページ、ツイッター、インスタ見てね。せーの、キードス。イエーイ。